ちゅうちゃん、ちょっと目が開いてきた。もう出血は止まってます。ああ、いい子ちゃん。ちょうど羽を固定してあるので、一人でやるときには助手がいないので、磁着包帯同士を助手っていうことで、ここでね、くっつけとくの。ちょっと誰か持ってての代わりで、よいしょ。の太いやつをまずお腹通して止める。そして上の部分をちょっと引っ張って背中にここね、肩にね通して、で背中を止める。よし。で、お腹の、もう一回。よいしょ、こういうね。よし。よし。で、よいしょ。もぞもぞね、動いてずれないように、ちょっと細めの、これがまあ普通のサイズで、片方を切ってあります。で、これを、ち右利きなんでね、右が動いて左は固定なので、こっちを。鳩の体ってこう丸っこいので、もぞもぞ動くとずれてくるので、最後にこれで、よいしょ、よいしょ。めちゃめちゃもう終わりますよ。上をそのまま胴体に通して、で下ね、これを一回こう、こう折って、ここたすきがけする。ここのね、傷がひどいので、こうかけて、でこっちも固定しちゃうと、患部をね、あんまりきつくしたくないので、片方だけたすきがけをして、
で、これがまた取れないようにさっきのこれをここに巻いて留めて、はい、できました。このね、上の方はやっぱり喉、首なんでね、あんまり締めてしまうと苦しくなっちゃうので、こんな感じで巻いてます。翼を8の字にこう固定してあるとバタバタ暴れないので処置がしやすい。あと磁着包帯巻いてあるので、一人でやるときにはこの磁着包帯にちょっと仮止めをねできるので、ここにピタッとして誰か持ってっていう代わりになるので、最初にねこの翼は怪我してた子とかは本能で暴れようとするので、ジタバタ逃げようとね、なので、こういう感じで翼はねこう飛んじゃうとバタバタすると傷口が開いちゃったりとかして治りが遅くなってしまうので、翼は固定してしまった方がいいですね。処置もしやすいしね。疲れました。よし、というわけでジュリちゃん頑張ってます。目のねこの上の部分ね、上のまぶたのところにちょっとなんか黒くどす黒い血がなんか溜まってるような感じなんですが、増えてはきてないのでこのまま様子を見ようと思います。今あのタリビットを目には使ってます。あとメタカム、消炎鎮痛剤のメタカムと、あと抗生物質アモキクリアねを投与してます。ジュリちゃん頑張ってます。よし、できました。よし、ジュリ、はい、2024年3月の20日、今日は水曜日、ドバトのチルちゃんです。3月15日に保護をして本日で6日目になります。というわけでチルちゃん、こちら右目、おそらくこれは今日出したことによる、まあ多分その衝撃で血管がどっか切れちゃってるんだよね。ね、まあ、心配だったんですけども、腫れが引いてきてますので回復に向かっているようです。悪化はしてない、よかった。そしてこの部分ねに穴が開いていて、まあ、食べたもの水が漏れるっていうようなひどい状況でした。で、こちらのね薬品なんですけども、まあ、保護してねすぐ注文したんですが、もう在庫がないということでお取り寄せで結構日がかかってしまうということで、まあ、すぐにね、使いたかったので、どなたかね持ってる人いませんかということで呼びかけたところ、いろいろ情報をいただきまして、あとシェアとかね拡散に協力してたくさんの方が協力していただいて、本当にありがとうございました。もう本当感謝です。で、動物病院のね院長先生が野生動物のケアありがとうございますということで、できることは協力しますということでね、早急にもう本当今日午前中に届きました。本当にありがとうございます。というわけで早速ですね、チルちゃんの患部のこちらのねガーゼを取り替えていこうと思います。よし、一応ねこちらが届いた、こういう感じのなってます。よし、ドキドキです。よいしょ、
やばくなった、やばくなったね。はい、できました。ちょっとね、ここ首のところ最初に切ってから巻けばよかったな。ちょっと次は改善しようと思います。今ガツガツ食べてたんだけど。というわけで、チルちゃんの仮住まい、結構ね、皆さん保護した時になんかケージがないとかね、あたふたしちゃう方いらっしゃるんですけど、段ボールで、これ通販でちょうど来ていた段ボール、こちらを使っております。で、段ボールの方が、あのケージとかだとね、暴れた時に羽が引っかかったりとかするんでね、段ボールの方がいいです。汚れたらね、捨てればいいしね。今ちょっとあちらにシミがありますけど、あれはチルちゃんの右目からね、保護した時に出血が、あ、もうお腹いっぱいになって眠くなっちゃったみたい、出血があったので、あれはね、目からの血がちょっとついちゃったのね。あ、なんか急に眠くなっちゃったみたい。もうあのまま寝ちゃいそう。あれ、気づいた。で、養生テープでね、チルちゃんが食べやすい高さにあんな感じでずっとね、ずっと押さえててあげるのも大変なので、養生テープでチルちゃんが食べやすい高さに設置して、でガツガツ食べたらもう眠くなっちゃったみたいなので、あれを回収して、でお水を飲ませます。チルちゃん、お水飲めますか。お水、お水飲めた。四国ごく2回、うん、もういいかな。もういいね、ごくごく2回したからね。よし、というわけでチルちゃんの仮住まい紹介ですが、これ段ボールですね。ケージとかじゃなくて段ボールの方が暴れても怪我がなくていいですね。ケージだと羽が引っかかっちゃったりとかするので、で下にまた、バスタオルを敷いて、でこれね、カイロ、これ時間差で、こっち今新しく出したやつで、でこっちがちょっと古いので、そろそろ切れるかなっていう感じを、こうして、で周りは新聞くしゃくしゃとして入れてます。でここにも2つね。でこの上に、でこのね、シミなんだけど、これ何かというと、チルちゃんの右目が保護した時にまだじんわりと出血があったので、それがね、こう寄りかかった時についた感じです。拭いたけどね、血なので取れないので、でここにね、この紙を敷いて、で通販とかでね、くしゃくしゃってなって届くやつをいつもこんな感じで、なので全然新聞とかでいいと思います。でトイレシートをやって、ここがくぼむようにしてます。こう転がんないようにね、体の支えになるように周りにくしゃくしゃの新聞紙を入れてます。でタオルね、ちょっと切ったやつ、ちっちゃくしたやつを1つ敷いて、新聞、この新聞をまめにうんちしたら取っ替えるっていう感じにしてます。ちょっとね、やっぱ低温やけどとかが心配なので、カイロの上にタオルでね、ほんのりあったかくなるようにしてます。よし、チルちゃん
はい、でこんな感じでチルちゃんはひどい怪我なんでね、でもよいしょ立ってるのでちょっと寄りかかれるようにタオルをくしゃくしゃっとして、よし大丈夫かな、チル。お水飲むかな。あ、よいしょ。お水。ほら、こうやってね、ちょっとヨロヨロってしちゃうので、真っ平らだとね、転がっちゃうので、周りにこんな感じで新聞でね、覆っておくと。体の支えになるんでね。今ねガシャガシャやってるのはホウ君ですね。ケージから出せ出せって騒いでます。お水を飲みましたので少しこのまま寝るかな。チルちゃんおやすみするかな。よいしょ、うん、様子を見てなるべく楽に過ごせるようにいろいろ工夫してあげるといいと思います。タオルとかこういう新聞とかっていうのはねくしゃくしゃっとするとこう形が自由自在にできるので、ね、なんか程よい感じにね形を作ってあげて少しでも楽に過ごせるように見てあげるといいと思います。